引く。いや、いいかくん。はい、作る皆さんどうも、こんにちは、まるですけど、今回なんですけども、ちょっと今回ですね、リベンジガチャということで、まあ前回は、まあ、やっぱとりあえず言った最速でガチャを引いて、まあ、どんな感じだったかっていう結果をね、まあ、まずみんなに見せようと思っての、まあ、動画なんですけども、今回はですね、もう狙いに行きます。そのために僕買ってきました。iTunes カード。もうこれちなみにこれね、はい、これみんな欲しい人、これ今、これ読み込んでみてください、これ。欲しい人。ぜひこれ読み込んでください、これ。ほら、見える。これ今だったら見えるよ。これ今だったら取れるけど、取れるけど、もう入れてるから取れないんだよねって。マジリアルで今回ね、10万円分と、まあ、何円分かな、だから合計20万円分買ってきました。まあ、本当はね、このスキンも欲しいなとは思ったんですけど、スキン欲しいなって思ったんですけど、多分スキンまで行くとマジでリアルな話40万ぐらい多分課金しないといけない。全体でね。あの、天井まで引き切った時計算なんですけど、40万多分必要なんですよ。40万必要ってなってくると、さすがにもう無理。もう俺手に負えない。40万は、ぶち込めない。とりあえずあとピースを2つ集めないといけない。で、前回はマジで引きがひどすぎたから、まあ、今回はもうね、ここちゃんと 0.462% っていう確率が出てるからね。出てるから、まあ、普通だったら、まあ、このね、金のスキンがここら辺のやつが出る。まあ、これでも全部合わせたら、まあ、7%、0.7% ぐらいあるから、まあ、どちらかというとこっちの方が出やすいんだけど、確率で言ったらまあ、まあ、あんまり変わらない。まあ、だからこっちが出る。絶対。出るはず。確率通りやったら。確率、運営さん、確率通りやったらこれ絶対出るはずなんで。ちょ、すいません。引かせていただきたいと思います。まあ、さすがにね、今回は、出ると思うよ、もう。うわ、やばいね。まあ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 。まあ、俺が今回5万円分課金したんで、この5万円分で、まあ、金額も いくつ出るかっていうのを楽しみにしてほしい。5万円分でさ、どれだけ出るかっていうね。まあマジでさ、でもさ、今のこの感じで言うとさ、あれだね、やばいね。マジでだってさ、前回がさ、要するにさ、今までの電動ってさ、結構出てたじゃん。マジでし、え、もうマジ渋くね？そんな出ないもんな。やばーやばい、もうね、出てきちゃう。わかった。演出を見なければ、出るんだ、多分。いけ、多分。頼め！へぇー！いい感じで。いや、もうなんかさ。いや、まあね。まあ別にいいよ。本当に欲しいのは、別にこれだから。これだからね。このピースが欲しいから別にいらないよ。いらないけど、まあでも、まあいらないけど出てきたらちょっと嬉しいなって思ってた俺がバカだった。いらない、いらない。別にいらない。いらない、いらない。どうせ出ないんでしょ？ほら、まあ出ないじゃん。ほら、なんも出ない。マジ？どうなってんのこれ、ほんとに。これやばいって。これさ、0.46 ってこれ多分固定確率になってるけどさ、これね、ダメっすわ。僕が引けてないだけなのか、みんなが引けてるのか、ちょっと教えてください。もうなんかもうこれ、今俺ガチャ引いてるけどさ、もうなんか心が痛いもん。マジで痛い。俺こんな出ないガチャこんなにさ引いてさ、心痛いんですけど。お、来た金2個出てほしい。いや割に合わんて。2個じゃないと。これ何、これ車だったら許せ。車ー車来ちゃー車来たんだけど。え、しかもこれ俺持ってないやつじゃん。いや、いらんってもう、だったら車かぶりがよかったな。だってこれ強くないでしょ、別に。マジか。222でしょ。で、ここら辺で電動が出てこないと、正直マジで割に合わん。いや、やばいってガチで。いや、絶対に、ね、これ以上はやんときましょう。いや、ここで出て。じゃあここで出て。ほら、嘘つきじゃん。絶対嘘つきじゃん。で、これ多分次で出るでしょ。これ次で出るときどういうアクションかちょっとみんな見といてね。
出るときはこんな感じです。電動が出るときは、あ、これじゃない、あ、これだこれだ、なんかちょっと違うもん。あー、やっぱそうだやっぱそうだ、はい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 、まあこんな感じ、こんな感じです。だからここでさ一発で出たらマジで見直すわ、ガチで。うーわー、ゴミじゃん。これだって絶対他のガチャ引いてた方が絶対金枠出てるからね。なんか金枠渋くなってね、ガチで。だって前さ、俺さ、いつもさ、ガチャ対決するじゃないですか。ガチャ対決するときさ、こんな渋くなかったよね。渋くね、マジで。まあ、セダンが出てるから、まあなんか一概に渋いのかどうなのかって言われたら、まあわかんないけど。普段が 0.5 でしょ、 0.05 か。なんでお前が出てくるん、こっちじゃなくて、なんでお前が出てくるおかしいだろ確率的に。ちょっとこれ確率の計算できてます、本当に。これ間違えてんじゃないですか、これ 0.05 なんじゃないですか、こっちが。こっちが 0.4 なんじゃないですか。そんな低い確率引き当てちゃう俺。金すら出ないでしょ、だからこれどうせ天井でしょ。俺さマジ俺天井以外でさ見たことないんだけど、いやまあ見たことないって言ったら嘘になるけど、天井以外にも出してる人は出してたんだけど、でもマジ、いや違うな、これじゃないな、これではなかったっすね。あ、やっぱ違うわ。しかもさ金すら出ないのがマジでやばい本当に。ねえお願いだよ、もうやばいってガチで。マジ俺が渋いだけかな。いやまあでも作業芸、まあ、作業芸チックなところあるからまあいいっちゃいいんだけど、だってどうせ俺天井行く格好で引いてるもん。いやけどあまりにもひどすぎん。いやマジで頼む、俺めっちゃ頑張って引いてんの、こう出なかったら報われなさすぎん。やばいよ。いやむしろさこういうのってさガチャ引いてさ、うわめっちゃ出るからみんなめっちゃ引いた方がええでーっつって、みんなどんどん引いてどんどん引いてってなる、その PR みたいな感じかもしれないけど、逆にもうみんなガチャやめようなっていうみんな絶対ガチャ引かん方がええでっていう、なんかそういった PR になってない、大丈夫。俺がガチャ引くたびに出なさすぎてみんなガチャ引かんくなるんじゃないこれ。これはだってこれマジ俺が出てなさすぎるだけなのか、どっちどっち、マジでなんか体感本当に前の電動より絶対俺引きづらくなってると思う。前の電動の方がだって30連に1回ぐらいの確率で出てたもん。まあでも30連に1回も正直なんか出すぎっちゃ出すぎなんだけどね、確率的に。やばない、むしろ俺もう一周回って思ったわ、もう思った俺、もう出んでいいガチで、もう出んな逆に。ここまで言ったらもう、お前らがそういう感じ来るんだったらもう絶対出んなマジで。で、俺はもう快挙を得る。3万円分ぐらい、まあ、4万円分ぐらい全部金枠すかした男で、俺は快挙をあげるわ。もうギネスに乗る。荒野ギネス記録に乗る。マジでだから出んな。もうむしろ出てほしくない。あ、もうむしろ気持ちいいわ。もうなんかこの出ないアクションが、もう金のアクションみたいな感じで今僕思ってるんで、あ、むしろ気持ちいい気持ちいい、あ、全然いい全然いい、もう出なくていいから。うん、まああれは出て、もうさ、しょうないってもうしょうないってもう出んなよだったら出んねよそんな、お前中途半端が一番良くないって、しょうもないってもうしょうもないじゃあ出ろよ、じゃあ出ろよお前、じゃあもう次も絶対出ろよ、もう30年に1回は出ろよ、だったら許す。ほらもう出ないじゃんもうええって。でこっからどうせ出へんだやろ、だったら1回もいらんってマジで。出んないでしょどうせ。ほらほら、あそこで1回やらけなんか中途半端に出してさ、そうやって人の人生をかき乱す君はまるでシロアリのようだ。あ、来そう来そう。もう絶対出んやん。もういいって。もうさ、でも出てほし
きわもうあんな中途半端に出されたら困るやん。期待させるやん。そんなもう離れよう離れよう思っててさ、もう次声かけて次脈なさそうだったら諦めようって思って、もうはいもう脈なかったです諦めましたってなった中に急にご飯行こう、気になるやん。そんなんされたら気になり振り向いてしまうやん。そんなんでまたお会計だけ俺にさせるんでしょ。お会計だけ俺にさせて、結局君は美味しいご飯を食べて帰る、ただそれだけなんでしょ。どうせ俺は都合のいい男ですよ。どうせもうガチャ引いてたらなんかもう嫌な記憶思い出してきたわ。嫌な記憶、うん、なんかもうほらほらほら、もうほらもう用済み、はいあなた用済みって、もうはいもうお会計だけ先してってつって、あーもうさすがに離れ、もう無理です。もう次もうこうやって寄られても絶対無理です。もうさすがにね、もうこんだけ露骨な態度表されてたらもう俺もさすがに諦めます。もう無理です。もうあなたとは付き合ってはなれません。はい無理です。ありがとう、今までありがとうな。もう俺このガチャを多分引くことはもうねえよ。今までありがとうな、ガチャたくさん楽しませてくれてありがとうな。もう大丈夫です。もうああほんまに縁が切れてるんですよこれ。最後にちょっとぐらいなんか振り向かせてくれへんかなと思ったけど、ほんまに縁切れてるやん。でまあこれを引いて気持ちよく一旦終われる。だってこれだって絶対連動じゃん、これだって電動確定じゃん。あね、これね、うん。いやーマジでさー、絶対低少なんだけど、絶対 0.4、 いや 0.4 絶対出るよ。だってエグいったー、エグいった、もう無理。残庫は一応ね、一応あと12万円分ある。だから久保式欲しいなと思ったら一応戦える。だって9万で取れるから、9万、天井9万で取れるから。けどまあマジで見たい、まあ久保式とか、まあ多分誰か上げてる、多分正直ね動画は上げてるけど、なんかまあおめえ引けよ、ここまで行ったんだったらお前もう引けよ、見届けとるからっていう人がいるんだったら、まあ、ぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。まあ、あとコメントでね、ぜひともよかったら、高評価とコメント次第でちょっと久保式はガチで考える。まあ、とりあえずね、まあ、ここまで引き切ったんでね、まあ、頑張ったんで、はい、もう計でももうこれだけでも多分20万何万突っ込んでんだ、だいぶ突っ込んだ、あでも10万分か、まだ10万分ぐらいしか突っ込んでないんだけど、いやもう10万突っ込んだ、もうまひってきてる。なんで、はい、ということで皆さん、この動画が良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで皆さん、また。